こんにちは、ボブです。今回はインパクトで力は入れるの入れないのについてやっていきたいと思います。インパクトで結構力入れるのか入れないのかって悩む人多いですよね。ショットを強くしたいと思うけど、強くしたいからこそインパクト付近で力入れるのか、インパクトだけで力入れるのか、どこから力入れたらいいんだとか結構悩むと思います。なので今回はインパクトについて、インパクトのでの力を入れるのかについて説明したいと思います。結論から言うと、インパクトの瞬間だけ力を入れてください。力入れないっていうのはちょっと力負けしてしまうんで、力を入れるのが正解です。で、力入れるって言っても、自分で入れるんじゃなくて、そのボールがそのガットに当たった瞬間に、握る、ラケットを勝手に握ると思うんですけど、それぐらいの力で握るのがいいです。なんでかっていうと、まずそのほとんどのショットに対してフォアもバックも全部力を抜いて、そのインパクトの瞬間だけ力入れるってやっていくんですけど、サーブに関してはその自分で 100% の力を伝えるしかないので、相手から来てるわけじゃないんで、自分からしっかりパワー伝えていくので、サーブはインパクトに向けて少しある程度力を入れていくんですけど、フォアハンドとかバックハンド、ボレーに関しては力はそのインパクトで勝手に握るぐらいの力っていうのを覚えておいてください。で、基本は脱力してスイングするのがいいです。とりあえずそのストロークのレベルとかっていうのは、あんまり関係ないんですけど、スイングスピードが速い人ほど、脱力ができてる。脱力ができてるから、うまくそのボールに伝わってると思うんですけど、パワーが。で、そのスイングスピードを速くするためには脱力が必要で、ここら辺はそのイコールみたいな感じなんですけど、本当インパクトで力入れるって言ったんですけど、脱力を力入れると、その瞬間にスイングスピードっていうのは減速してしまうので、なるべくその本当はボールに当たっても力入れない方がいいんですけど、やっぱり相手のパワーとかもあるんで負けてしまうんで、ボールに対してそのインパクトに向けてちょっと力が必要で、でもその自分で力入れるっていうのはやらないでください。スイングスピードが落ちるんで、その自然と握るように。で、この自然とその力が入る感覚を覚えるっていうのは、結構難しいっていうか、自分で力入れるわけじゃないんで、難しいですよね。難しいんですけど、その例えばその野球でバットを振るなんかやってみるとわかるんですけど、握んないで振っても、そのスイングスピードが速くなって、瞬間にちょっとやっぱりラケットじゃないバット投げないように握るじゃないですか。で、そんな感じで脱力してても、その一番スイングが速くなるところっていうのは、勝手にその握るっていうので力使うと思うんで、そこは無意識的に力を入れるっていうのを、感覚を覚えてください。で、この感覚を養うためには、もうそれは球出し練習とかラリー練習が必要なんですけど、そうですね、家でできる練習とかっていうのは、ボールをつく、地面にポン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 ってつく練習なんですけど、あれをそのストロークの持ち方で脱力して、その握んないでやってみると、そのボールを打つ瞬間だけ握るっていうのが分かるんですよ。感覚がどんどん、そのやってってみると、感覚がどんどん研ぎ澄まされてって、その衝撃に対して反応して力が入るっていう感覚が分かると思うんですけど、それをそのボールを突くっていう、本当にもうジュニアの本当最初の頃にやるような練習ですけど、それをやると、その無意識に握るっていう感覚が身についてくると思うので、おすすめです。こんな感じで、インパクトではその無意識で力を入れるっていうのが
正解でした。本当に無意識、その意識しないで力入れるっていうのは結構難しいと思うんですけど、できるようになるとそのスイングスピードを落とさないままボールにパワーを伝えることができるんで、なかなかいいストロークだったりボレーになっていくんかなと思います。さあ、こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。